バズマン TV。 クリックミーアイです。よろしくお願いします。4月にデビューしたばかりの大注目ガールズグループミーアイからつづみ、こころ、みゆの3人がバズマン TV に参戦。まずはグループ最年少、現役高校生のつづみがハマっている学園ラブコメから。はい、私は氷の城壁っていうウェブ漫画から始まった漫画があって、主人公の女の子が結構なんか過去の恋愛で恋愛がすごい怖くなっちゃって進めなかったりしてる時に、すごい太陽みたいな子、この主人公のこと真逆の太陽みたいな子に出会って、ちょっとなんかギクシャクもありつつみたいな、もうどうなっていくんだこの先みたいな、本当に展開が読めなくて、なのでちょっとハラハラドキドキっていう言葉がぴったりな漫画だと思うので、これは学校の、その恋愛物語なんですけど、やっぱ私今現役高校生なので、そういう恋愛系とかドラマとか映画とかも、それこそアニメとかもすごい恋愛系ものがすごい大好きなんですよ。その中で私が唯一課金をした、初めて課金をした漫画がこれなんですね。一日何巻まで無料とかがあるじゃないですか。でも私はもう待ってないので、すごい金額をお母さんに内緒で課金して読んだっていう、すごいそれぐらい大好きです、うん、お母さんにバレましたか？一回ちょっとバレて、あなた何してるのって言われたんですけど、うん、でもどうしても読みたいからって言ったら、分かったって言って許してくれました。可愛い娘の子だな。続いてみゆが子どもの頃から大好きな漫画2作品を全力プレゼン。私が結構長年愛読している漫画が、名探偵コナンと宇宙兄弟っていう漫画です。いいですね。コナンはどんなところが好きですか？そうですね、結構物語がすごい壮大で、映画とかアニメとかだと短編で終わるんですけれども、なんか結構ずっと続いてる事件とかもあって、深く楽しめるんじゃないかなって思います。なんか好きな事件とかあります？そうですね、私灰原哀さんの会になってるミステリー特急みたいなツアーの結構長いやつですね、灰原哀物語みたいになってる回がすごい好きです。ミアイの中に、結構メンバーの中にコナン好きな子たくさんいて、映画誘ってもらって、今回最近やってた映画見に行ってきました。今回はその黒の、そう、あんまりが関わってこなくて、そんなにたくさん出てこなかったので、初めて見る人でも楽しめる、内容だったなっていうふうに思います。すごい面白かったです。なんか果たして私が生きている間に完結するのか聞きたい。だいぶ先まで、だいぶ余裕あるけどね。おいくつでしたっけ今？まだ22歳。いや終わるんじゃないか、その間にはどうだろうでも分かんない。怪盗キッドとかもやってらっしゃるじゃないですか。なんかその自分自身がやってらっしゃるそのキャラクターを合わせたコナンの映画に怪盗キッドが出てきたりするのも、なんかすごい面白くて、なんかナンバー2の存在もやっと明かされてきたりして、結構なかなか伏線が大昔にあって回収されるまでに何年とかだから、そういう感じで自分ご自身の他のキャラクターともなんかいろいろつながりを持たせてるからこそ、あとどんだけ何が残ってんだろう、終わるのかなって。終わってほしくもないんですけど、一生謎のまま終わってしまわないか心配。宇宙兄弟は本当に小さい頃で、父が漫画を買ってきたことがきっかけで一巻から読み始めて、宇宙兄弟は結構現実味のあって、だからそのリアリティ漫画みたいな感じで、はい、私はその影響でずっと宇宙飛行士に小さい頃はなりたかったです。どのタイミングで宇宙飛行士からアイドルに変わったんですか？うん、そうですね、宇宙飛行士になりたかったんですけど、勉強する科目があんまり好きじゃなくなっていってですね。あと K-POP もすごい幼稚園の頃からすごく好きだったので、それをなんか
が2個あって、でもなんかアイドルになりたいっていうのは、まあ、なんかあの言いにくいですし、結構非現実的なものだったんですよ。けどそこで宇宙飛行士っていうのをずっとあの言っていましてなるへそ、まあ、でも全然あの簡単になれるとかじゃなくて、いや踊ったことも歌ったこともないの何言うとるみたいな風にはならないし、うんうん、あじゃあ勉強頑張ろうみたいになれる、ね、周りの大人が褒めるよね、頑張んなっつってね、そうですね、うん、宇宙飛行士っていうとね立派だねってもそうです、ね、褒めてもらえるもんね、勉強していくうちに変わっていきました。最後はグループ一の漫画好き心がおすすめする壮絶すぎるドロドロ漫画。去年をあの完結したんですけど、血の輪立ちっていう漫画があるんですけど、あの結構ダークな内容になってて、知ってる。あの一応こう毒親をテーマとした作品になってて、あのちょっとすごく重たい話で、そうなんですよ。あの悪の花の作者の方が書かれてるもので、なんか思春期の頃のこうリアルな感情じゃないですけど、そういう親子関係、お母さんがすごいキャラクターなんですけど、あの夏に起こったある事件からその家族の形がどんどんダダダダって崩れていくんですけど、作者の方の実体験ではないけれども、そういうナイーブなところをもっとさらけ出すつもりで、本当に全てさらけ出そうっていう風に描かれたものらしくて、あのぜひもう言葉では言い表せないぐらいの、あ、まあ、重たい内容にはなってるんですけど、思春期の頃とこう重ねて見ていただけたらちょっと面白いんじゃないかなっていう風に思います。バスマン TV から生まれた連載漫画メイクハニートラップ。離婚のため夫の不倫を捏造する人妻スミレ、デス妻の思惑がさらにエスカレート。右上の QR コードまたは番組公式ホームページをチェック。